もう数ヶ月間島内で住んでたケイトは、あることを気づいて、国際交流会スタッフをやるほど、金銭力も問われる。そしてただ、親のすねかじりじゃ、永遠にできないこと。実際に親から支援をもらうほど、それに対するの依存症が高まり、それが自由になりたい、とのケイトの根幹の真逆だと。日本の法律上では、留学生として、週28時間出勤が強化されている。だからケイトは、たくさんのバイト先に申し込んでた。そして、自分の性格や雰囲気に合う、バイト先にたどり着くまでに、1年かかった。それがケイトの資格が足りないわけでもなく、あらゆるバイト先の条件が、ケイトの目線からあまりにも厳しすぎるからだった。28時間じゃなくて60時間のフルタイムとか、GPS 上で自分の位置を確認できるバイトとか、ケイトの欧米マインドでそんなコントロールがあるなら、奴隷と同じじゃない?だから自分からごめん。コールセンターやキッチン、調理スタッフから、六本木ヒルズのアップル社までに、幅広く数多く企業に申し込んでた。そして、あるオシャレのホテルレストランのスタッフ申し込みに、ケイトは様々な盛り付けや使える方法をその面接で学んでた。たくさんの皿を握って、それをだんだん積み重ねて、どれほど根性があるかを確認した上、ケイトは10皿目から、もう我慢できない、ダメですと言って、それに対して面接官は、あんな不器用の外国人を見たことはないわ、と言った。第10弾にコメントしてね。